桜井道夫は、日本の動物生態学者、環境学者、理学博士。札幌学院大学社会情報学部社会、情報学科名誉教授。大阪市出身。1971年京都大学農学部卒業。1978年度、大学院理学研究科動物学専攻博士、家庭単位習得大学。 1978年札幌小科、大学人文学部助教授。1981年に、京都大学理学博士号を取得。阻止を、エコロジカルスタディーオブザ・ジャパニーズ・シーロー、キャプリコーニツ・クリスプス、ウィズ・レファレンス・ツー・ザ・フレキシビリティ・オブ・イッツ・ソーシャル、ストラクチャーの社会生態学的研究、社会構造の過疎性について。1991年札幌学院大学社会。 情報学部助教授、1996年度社会情報学部教授、2016年度名誉教授、生態や環境における研究が専門で、特に昆虫の社会性や昆虫のメーティングシステムに関することを研究。また、沖縄県における過剰人口減少と共同体社会なども研究対象としている。ありがとうございます。